当時慶州といえば魏、呉、蜀の三国が睨み合う要衝であった。呂宿の後任としてこの地を訪れた呂蒙だが、その前には天下に威名轟く関羽が立ちはだかっていた。呂蒙は関羽の油断を誘うため軍略家としての手腕を発揮する。天安24年、関羽が繁昌の魏軍と交戦を始めると、裏に手を回して退路を断ったのだ。これで関羽は進退極まり、幕城へと追い詰められる。援軍も至らぬまま、ついに関羽は覚悟を決めて打って出た。将となるとはな。切るがいい。お主の武勇、メイドで語ろうぞ。下る気はないか。やむをえん。さらばだ、軍神。